はようございます。りょうです。28日金曜日、末日で、支払いを済まして今ファミマで朝食を取るところです。毎月この支払いが済んだ後は一気に貧乏になった気がして寂しいです。朝食は終わったんで、ちょっとジムに行きます。中尾で昼食ですね。まあ、昼食つっても4時半かな。いわゆる昼食です。卵と鶏肉でタンパク質。して10時ぐらいですね、これから五反田に向かいます。五反田到着しました。って言っても、まあ夕飯ですね。サンマ、卵、サラダ。もう今日一日ちょっとカロリー不足になりそうなんだけど、ちょっと仕事行く前にあんまり食べたくないんで、しかもちょっと今日は食欲があまりないので、これで、まあ、タンパク質取ればいいかな。あとプロテイン飲んで、明日
宅して、テアトルに向かいます。1時になってテアトルがオープンです。今日は忙しくなるでしょうか。この時間が一番眠い、うとうとしながらお客さんを待ちたいと思います。今9時ぐらいです。これからまたオーラに向かいます。プロテインを飲んで、昨日に続いてファミマで朝食です。今日はこれタンパク質 15.5、 なかなかいい感じです。2ではこういうボスオーラ到着です。はい、これで24時間経ちましたかね。この辺で終了にします。なかなかハードなスケジュールですけどもね、まあ、ちょいちょい休めるときは休んだり、